はい、皆さんこんにちは、ロータスでーす。りょうでーす。ロータでーす。はい、お願いしまーす。お願いしまーす。皆さんこんにちは、支配人のロッチです。今日は君たちに PVP を行っていただこうと思う。装備さないよ、当てるである。で今日はまあ前回前々回と同様 PVP を行っていくわけだが、今回はだな、鉄を20分間でたくさん集めた分だけガチャを引くっていう、まあ最初と同じガチャ形式だ。鉄20分で余裕やで。ただ今回はただ集めた鉄だけで、ただしかし引け引きやがれ社長どうしたんやろ、調子悪いわ。集めた鉄だけでこのガチャ全てを引かなければいけない。ダイヤは今回はない、鉄のみだ。で、今回、まあ、この中見てもらうと、ダイヤの装備が一番レア度が高い。ここに書いてある、装備最高レベルダイヤになっている、弓最高レベルエンチャントされてるものになっている、フレーム炎のやつかな、炎のやつと、攻撃力がちょっと上がるやつ、そして矢エンチャントされている。矢に関してはいろいろあって、普通の矢と狩りの矢と力の矢、攻撃力上昇がついている。あと弱体化、弱化の矢、暗視の矢、鈍化の矢、負傷の矢が中に入っている。おう、そうで、これボタン1個押すと1本だけ出てくる形式になってるから、それも鉄をたくさん集めないと矢の本数が、持ち数が少なくなってしまって、結局最終的に手だけで戦うみたいなことが考えうるので、どこに鉄を集めた鉄を割り振ってガチャを引いていくかは自分次第っていうようなルールになっている。なるほど。そうだから、集めた鉄をもう弓と矢に全振りしてもいいし、逆に装備の方を固めるみたいな感じでもいいみたいな。ガチャ引かんでもいい。ガチャ引かんでもいいはちょっと試合にならんかもしれない。でもロタスさん弱いからさ一応なんだ、最終バトルフェーズの時に矢10本は支給される一応な。ただ残りは自分で集めることになるので、鉄をいかに集められるかが、今回の肝となる。ロータスさん一回上向いてくれ。え？上向いてくれ一回。なんで？見てあ、顎にほくろあんね。顎にほくろある。上向いて。顎にほくろある。顎にほくろある。分からん、俺自分じゃ分からん。さっきチャームポイント、うん、不意に見て勝手にチャームポイント見つけとんでくれる。クソデカホクロついてる。このチェストの中に最初はもう支給品で鉄と鉄器と、ステーキ支給しておくので、これで、20分間今食べんの今はちょっと自分で想像したやつやが。あ、なるほどね。あ、そういうことね。それでは始めます、鉄集め、20分間よーいスタート。はい、スタートです。基本自由ですか、これするかどうか。うん、自由。今回はアイテムなし。アイテムはないです。今回はもうシンプルな、あ、そうそうそう。あ、で、武器は弓なんで、今回は弓縛りです。さてと、集めるぞ。で、世界の端っこあった、なんてことそう、うん、ちゃんと世界の端っこあるんでまずい。誰かいる。俺さっき来てたの。ここから侵入。あれ。ちょっと畑荒らすな。先輩。よし、なっとらんわ。そうやってみっけ。今更ですか。今更ですか。やめようかな。
お疲れでした。鉄って別に焼かんとそれでいいよね。うん、あん原石でいいよ。ああ、テント作ってくるべき。気にするの。俺も。あぶ。まずい子。あ、ちょっとまずい子これ。どうした？いや、死ぬ可能性が出てるだけ。ただそれだけ。いやー、銅はいっぱい取れんな。鉄が欲しい。銅取ってどうすんねん。言うてね。カットで。どうすってどないすんねんってね。待ってんな、おもんね。何言ってんの。深いところ行って雑魚死するのが嫌からさ。いつものね。なるべく、そう、なるべく浅い目のところで頑張って探してる。水まで結構できるし、僕。いや、ほんまに。うわっ、ぶないよ。びっくりした。こうやって音でビーダスする。これはまあでもね、殺したりしたらあかんもんね。まあ。手が滑って、うん、京都さんのことを突き落としたりしてもあったらね。それも一つの戦略の一つやと思うけど。あ、オッケー。うん。あ、そうなんや。らしいわ。20分何してたんやろ、もったいな。どこ行った探さないでください、私を。うわ、逃げ足早。一人な、無言でつってやってる、なんかな、やるやつがおんねん。そうなんよ。こすいよ、あいつ。あいつ、こういう時なんかさ、大体なんか知れって言うのに。うん、いや、そうやね、そうやで。なるほどね。なるほどね、じゃねえんだよ。何がなるほどね、なんだよ。やめて、もやさんと言っていいの。ああ、すいません。ついゲットしたから、火打ちしようさ。使いたくって。じゃあ、ちょっと一旦、鉄以外の荷物は全部シェルカーにしまっといてもらって。鉄以外、うん、じゃあ、一番多い人から引いていきますか。鉄、私、20個です。うん、お先にどうぞ。あれ、48個。ほん。りょうさんは？え？何が？鉄よ。あ、鉄？鉄か。うん。鉄の原石2個。え？何してたん？何してた？死んだ一回。何してた？三つぐらいあげようか？永遠にブランチマイニングしましたけど。足らんかった。あ、そういうことね。けるな、俺ブランチマイニング2分ぐらいしたら3つ4つ見つけたぞ。じゃあ日の出さんから、もう配分は任せる。でここに一応ここにチェストがあるから、あのいくつ引くかは任せる。エンチャントの弓欲しいから弓のところに、うん、10個入れますね。どうぞ。10回回します。はい。でも10回回したら絶対手に入るかも。やばい、ゴミみたいな意味がいっぱい入ってる。おぉ。そんなことある？あー、来た。おぉ、来た。9。うん、はい、ゴミの意味は9個手に入れたけど、俺はこれで1個いいやつ。うん、そうやな。うん、これ確実な、やっぱ、うん、失うものも多いけど、作るときはこういう書き方しなあかん。はい、どんどん引いてください、じゃあ。え、この後もずっと俺が引いていいの？うん、使い切っても。あ、マジ？今回はそういう回です。やば、なんやったっけ、エンチャントの矢ゲットしたら、それをなんか後でワンスタックとか、それとも出た数だけほんまに。いや、もう本当に、今回は出した数だけ。いや、やばあれやな。でも矢10本だけの支給やったら、きついもん。そう、10本だけ支給される、一応。で、矢を、10が回回します。でも結構出てんじゃん。5、6、7、1。エンチャントちゃえば。8、9。光の矢。
何出た？なんかエンチャントの矢がいろいろ出すぎて、普通の矢3本と、うん、暗視、弱体化、力の矢、光の矢。知らねえ、あんまり知らねえんだよね、俺。結構いいのでも知ら、引いてる、いいの引いてる。です。そぎりですか、次じゃあ。はい、あとじゃあ23個あるんで、とりあえず 5×4 で引いていくね。うん、どうぞ。で、まず頭から5で。1。おい、どろすな。泥棒しようとしてるやつおるとか。あ、でも皮身ちょっと鉄2個やったな、うん、あ、鉄か。え、次。はい、やばいぞ、多分のつもうとしてるやつおるぞ。あ、ダイヤーどけよ、お前どけよ。ダイヤ出たらしばらく出えへんわ。うん、もう何もいないじゃん、俺。取られたくない、今。あ、帰れ。取られたなんか待っちゃった。悪いやつやわ。悪いやつやな。よし、だ、次。はい。レギンスかな。あ、ダイヤ。ごめんな、マジか。やばいな。サザエさん、引く数少ないのに、なんかごめんな、楽しみまで奪って。本当に申し訳ない。いや、マジで、ダイヤ1個しか入れてないから。で、あの、上のチェストの中にも補充はあるけど、うん、2、3個しか入れてないから、ほんまに、リアリティ高い。いいですね。よし、じゃあ最後打つ。1、川鉄。はい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 。今いくつ入ってんの？何が？あと3つやねんな。あと3つか。防具がでもいいから矢引くわ。うん、そうやね。矢にかけた方がいいかも。矢にあと3本入れます。1、3本やね。はい。これで矢合計何本ある？矢の合計が4、8、9、10、11、12、13。13か。まあまあ、いい感じ。あれ、13？ 9品と合わせて、あ、多分普通の矢はスタックされてると思う。ちょ、4、8、9、10、11、13。あれ、俺、矢のとこに鉄18個入れてるのに13しか言いたいんで、あと5本引いても大丈夫ですか、これ。いいよ。大丈夫。15入れてたぶん10しか引いてないよ。なんでそんな誤差が出てるんですか。いきまーす。1、2、3、4。普通の矢しか出なかったほぼ。OK です。はい。防具着といていいですか、これ。いいよ。じゃあ次、私、行かせていただきます。確かに俺も同じ順番で行こうかな。長いなぁ。次すぐ終わるから自分の番は。長いなぁ。とりあえず鉄5個いるよ。いきまーす。お、いきなりエンチャントフレームです。いいよ、ゴミだろ、ゴミ全部、あとゴミや。よし、全部ゴミです。一発目に当たるね。いいや。よかったよかった。ウィンフィー。ウィンウィン。誰やねん。大太鼓っすよ。まだかなー。もうちょっと待ってけ。もうちょっと待って。いやー、引きまーす。光の矢と不祥の矢と普通の矢と弱体の弱化の矢かな。光の矢ってあんま初めて聞いたわ。光の矢は相手に当てると相手が発光する、居場所が分かるようになる。あ、だからペイントボール的なもんね。あ、そうそう、どうしよっかな。とりあえずあとな10個、10個かな。とりあえず1個ずつ引いていくわ。カバー、はい、川。鉄。いや、もう鉄か川しかねえ。鉄。ブーツってダイヤ出てない。ブーツと頭出てない。うん。あ、間違えた。俺もあと、の
り6個全部矢にかけるわ。1 2 3 4 5 6、はい、若干の矢2本、安心手に入れて、あとは同じ感じです。はい、最後、はい、じゃあ2分で終わります。やっとったか。あなたはどうしますか。どれにしよっかな。弓あげましょうか。最悪な、何個引こうかな。2個やったっけ。2個、うん、弓1個やっとく。買わなかんの絶対。そう、うん、終わりや。僕にはもう世間やな。だってええゴミ、それ9個持ってんだ俺。ええゴミと、よし行くぞ。早かった、10秒で終わった。早かった。丸石がえぐいほどあった青い箱の中に。やばこんだけやって鉄2個と松明を青みたいに作ってるのちょっとかわいそうや。それであれやか。よし、じゃあ行きますね。はい、期待会場で。はい、じゃあ、この中にチェストに支給品が入ってます。では飛べる。今回はここ入れてよりちょっとあれ。あ、いいよ。パンとエリトラとヤー10個。ああ。ちょっと、考えて入れてくれ。ああ、大丈夫。もう取るやろ。で、まあ、それぞれのカラーのところに、まあ、立ってもらって。で、一応、言っとくと、日野さんかな、言っとくと、エリトラつけると、上着外れるんで。胴体？そう。そこはもう、まあ、任せる。だって、でもこれ飛ばんへんかったら死ぬくない？そう、最初飛ばなあかん。だから、陸地に着いてから、そういうことね。あ、そう、着替えるかどうかは、任せます。はい、準備はいいですか？じゃあ。じゃあ、皆さん、このゲートをくぐるともう戻れませんので。それじゃあ、PVP、カウントダウン、3、2、1、スタート！え、行きましょう。今打ってもいいこれ。今打ってもいいけど。バカ野郎！当たって。一発で死ぬ。一発で死んでんけど。一発で死ぬの？そんなことあるの？そんなことある？え、弱ってた？え、死んだ？死んだ。あの人、こっちワンショットスキルやった。そんなことある？いいよ。嘘やん。そんなことある？嘘やん。そんなおもろいの？よし。じゃあ、始めます。3、2、1、はい、スタート。これは、みんな行かないところに行くべき。日の出さんに狙われたら一発で終わりって言ったらちょっと分かってしまったんだな。弓矢弓矢よし。んじゃねえか。いや、その矢に当たるな、怖い。あっち。いや、回収してると思う。回収これな、なんか回収してるやつを先に締めた方がいいかもしれない。
そんな下から当てらんの。マジか。マジで当てれんの今の。一発かよ。今の当てれんのかよ、マジかよ。ちゃんと強すぎるね。破壊しちゃって。いや、強すぎる。効果つけにはほぼ使ってない。終了。カン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 。じゃあ、今回の優勝は、ヒロデさんでーす。パチパチパチ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。おめでとう、おめでとう。ありがとう。おめでとう。おめでとう。はい、ということで、今回も、まさかのね、日の出さんが、まさかの。こんだけ上昇やったらまさかはないやろ。もう、強すぎたね、そのエンチャントネームね。最強やったね。最強すぎたな。ということで、おめでとうございます。優勝。商品は？うめえ。え？ないよ、だから。やめてくれる？はい、ということでですね、また次回も、こういった PVP 企画、どんどんやっていきたいなと思いますので、面白かった方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。こいつクリエイティブや。こいつりょうさん、おー、こいつもクリエイティブや。殺される可能性を考えとった。うん、考えてた。対策積み出せ。見たやつや。